行くぞ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。
大将首を挙げた者には褒美はお前のままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。おいおい、随分でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカが、ぶっ殺されっぞ。調子でぶった切っていくか。俺も負けてらんないな。城壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者たちだな。無様な戦はできぬぞ。
のだ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。お先に。バズーソってあの30人斬りのクマを素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前へ出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。腰抜けどもが、銀玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。
見事奴を討ち取った暁には金貨10枚いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。おい、アズーソが押されてるぞ。クソ、いい気になりよって。へえ、すごいやつがいるもんだな。なあグリフィス、あんたとどっちが強いかな。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。ん、夢食えんのかそいつは。待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次。さて、追っ始めるか。行け。物取りか。いつものようにやるだけだ。俺がバズーソをぶっ倒して名を上げるつもりだったんだ。横取りしやがって。そうか、こいつら傭兵団だろ。こいつマジで強い。なんだなんだ、
言い出しっぺのコルカスがビビっちまってるぜ。キャスカ、お前言ってやる。なんでさ、コルカスが勝手に。分かったよ。聞いてくれないか。嘘だ、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 どうして、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 やめて、やめて、うわぁガンビオン、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 ここはどこだ？なぜお前がいる？うわ、お前なんかあのままグリフィスに殺されちまえばよかったんだ。このこっちは馬の霊だ。
よし、ここを。キャスカに感謝するんだな。血流しすぎて冷え切ったあんたの体を2日2晩添い寝して温めたんだ。な、何？グリフィスの命令さ。男を温めるのは女の役目だってね。ジド、てめえ。悪い悪い、すっかり目が覚めたようだな。俺はグリフィス、お前名は？ガッツ、うん、すごい剣だな。俺にはとても触れないよ。来てくれないか、一緒に。妙な雰囲気だな。一体ここは？鷹の段、知っているのか？ああ、戦場で最も敵に回したくない傭兵団の一つだ。前の戦じゃ随分手こずらされたが。そうか、こいつらが。そう、俺たちが鷹の段さ。ああ、いい眺めだな。なぜだ？なぜ俺の急所を外した？お前が欲しいと思ったからさ、ガッツ。おめえ、あっちの趣味でもあんのか？バズーサとの一騎打ち見せてもらった。見事だったよ。だが危なかったな。お前の戦いぶりはまるで自分の命を試しているように見える。俺にはわざわざ自分の身を死の危険にさらして、逆にそこから命を拾おうとあがいている、そんな風に感じて。俺はお前が気に入った。お前が欲しいんだ、ガッツ。嫌だと言ったら。嫌か？ああ、お断りだ。知ったふうなこと抜かしやがって。人の体に大穴開けといて慣れ慣れしんなよ。こいつで蹴りをつける。俺が勝ったらてめえの胸に俺のと同じ大穴を開けてやるよ。俺が勝ったら？兵隊にするなりお釜掘るなり好きにしな。わかった。力づくっていうのも嫌いじゃない。グリフス！手を出すな、キャスカ。だけど俺は欲しいものは絶対に手に入れる。その人を舐め腐った態度が気に食わねえんだ。気を改めてもいいんだぞ。病み上がりじゃ分が悪いだろ。抜かせ！勝つためなら何でもやる。ますます気に入ったよ。だがこのままでは剣は触れない。どうする？もうやめにしてもいいんだぞ。よく喋る野郎だな。そんなら教えてやる。戦じゃ口はこうやって使うんだ。どうだ、自分の血の味は？その綺麗なお顔じゃまだ殴られたこともないんじゃねえのか？子分たちの前で悪いが、これで終わりだ！
今のは。だがこれまでだ。負けを認めるか、それともこのまま肩の関節を抜かれるか選べ。くそったれ。これでお前は俺のものだ。言ったことない、グリフス。誰にもあんなこと言ったことない。よう、俺は柔道、よろしくな。俺、リッケルトと言います。こっちはピピン、そんでコルカス。うん。け、俺は認めたわけじゃねえからな。あまり気にしないでください。コルカスいつもああだから。Thank you.